はい、どうもレンです。ナイトです。はい、今回はディオアルテミス対キラーデサイザーね。ディオアルテミスも一応ね、この鎌で相手を上からスマッシュという技を持っているので、まあ鎌といえばキラーデサイザー、うん、死神の鎌でさあエクリプス出せるかな。まずはアルテミスさてみよう。じゃあ例によりコーポイント選手、さあ行くよ。はい、スイッドゥワンゴス、動きも速い。センターを取る、センターを取る。デッサイザー追いかける、ここまでぶつかり合い、よし1対0。そのまま行くよ。アルテミスが負けたらアポロスが出てくる。マジで？アポロスが負けたらエクリプスになる。そんな感じでいこうか。最強。はい、スイッドゥワンゴス。あおー、いいね、いいね。なぜかセンターを取る。さあ、よーし、2対0。さあ、じゃあ行くよ、3問目。はい、スイッドゥワンゴス、オーバーフィニッシュ、強いぞ。さあ、3本目、これ4本目か、3対0だね、かね。さあ行くよ。はい、スイッドゥワンゴス、結果先にアルテミスがバースト。アルテミスが負けたからね、言った通りアポロスが出てくる。さあ行くよ。はい、スイッドゥワンゴス、正直何があったか分かんない。やっ、というわけで今回は5対2、はい、ダブルゴッドベイの勝利。もういつの間にかこれでペアになってる。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。